ルーム元気かな。クリリン緑、あ、ただいま、ただいまできてるかな。お元気。パイクーハン、パイクーハン、私は最近孫悟空に息子がいるっていうことを知りました。孫悟飯おいしそう。ん、初心者さんに、皆さんコメント欄で、クリリンの奥さんも二人造人間。クリリンって奥さんいたの？クリリンって結婚してるの？クリリン人造人間奥さん、え？クリリンの奥さんってこの人なの？はっはー、ちょっと待って、ちょっと待って、今のなんかやらせ、やらせの、やらせ、なんかもう台本読みましたみたいなびっくりの仕方だったね今。え、クリリンって、はあ、この人人造人間なんだ。18号さん、そうなんだ、はっはー。ただいま、パイクーハン、クリリンのことか。パイクーハン、え、私、あ、え、パイクーハン、また新しい緑が出てきた。この人はナメック星人？パイクーハンは敵？味方？ん？アニメオリジナルキャラなんだ。パイクーハン。口の中見えてたかな。テンパー頑張って。え、孫もおるの？孫もおるんだ。孫悟天、マジ？マジで？もこはまるで雪の結晶さん、あきおめ、あきおめ。ご飯は悟空の育ての親の名前からつけた。育ての親の名を息子に。つまりは私は、うーん、学ぶってつけんといけんのかな。学ぶさんに怒られまさい、私はもう本当に学ぶさんに怒られてしまえ、私は本当にごめんなさい。育ての親なのかな、育ての親、私の育て、じゃあさん、ほっぺにキスされただけで意識するようになった。パイクーハンめちゃめちゃたらこ唇だった、うん、びっくりした。緑の体にこんな唇つけていいの？いや、めちゃめちゃたらこやん。そいつを知ってるとだいぶ知ってる認定される。本当？じゃあ知ってますか、だそう。いや、パイクーハン推しみたいな。言ってもいいかな。孫悟空の父親バーダック、炊飯器でさつまいもを蒸す方法、いいよ。バーダック、この人バーダック、チーデチョウ、いや、ムキムキなんよ。ごめんけど、そっちにしか目いかん。
炊飯器でさつまいもを蒸す方法は本当適当なんだけど、とりあえず炊飯器に洗ったさつまいもをぶち込んで、でお水をちょっとだけ入れる、1合分ぐらい入れる、私はそうしてる。そしたらもう美味しい美味しい蒸された焼き芋さんができる。セルの第二形態もたらこなの？ねえ調べるね。なんで大津さんセンスありがとう。バーダックはごぼう、はあ、息子はキャラットでカカロット、なるほどね。バーダック、え、ごぼうってバーダックって言うん、そうなんだ。人参でキャロットでカカロットなんだ。バーダックってごぼうって意味、根菜なんだ。カカロット、カカロットは孫悟空のあれでしょ、あの何なんか名前。星の名前、星でどういうつもりでカカロットってつけられた。あ、サイヤ人名、サイヤ人名。大津さんセンスありがとう。黒さんうちでの小槌ありがとう。バーダックごぼうなんだ。なんかさ、天津飯とかなんかさ、ブルマトランクスとかさ、そういうあのね、そういう感じよね。クーリリン、クリリンのことか。クリリン、クリリン、クリリン、クドリ。サイヤ人みんな野菜の名前から出てできてるんだ。来てるんだ。あれは王子様は、王子様は私、王子様の王子様、王子様、王子様。あれタッキーさん、あきおめ、あきおめ、え、お芋の銘柄、え、私お芋の、お芋の銘、お芋の銘柄当て、当てゲーム絶対私得意。私芋ソムリエになれると思う。私シルクスイートとナルトキンドキとベニアズマとベニテンシとなんだっけ、マンゴーゴールドみたいな、あの絶対わかる。絶対シルクスイートとナルトキンドキは絶対当てれることができる。私来年の特技のところにそうやって書くもん。お芋を、キキお芋、キキお芋、キキお芋と、あとなんて書くつもりだったっけ、私の特技、私の特技ってなんだっけ。みんなに来年は書こうって言ったんだよ。なんだっけ、忘れちゃった。意味ないじゃん。意味ないじゃん。ドラゴンボールたらこ唇検索。いろんなたらこ唇が出てくるよ。あ、おお、あ、ベジータ、ベジータ、ベジータだ。あに、あ、ラディッツ、大根、ラディッシュから来たの。ごぼうから悟空で、バーダックからキャロット。へえ、チャオズ、あー、サイバイマン、クリリンはルフィ。ベジータはベジタブルでベジータなんだ。私ベジータ推し、ベジタブルのベジータ様なんだ。そうなんだ。ブロリーはブロッコリーなんだ。え、魔人ブーはなんで魔人ブーなの。あ、シルクスイートと安納芋の違いわかる。シルクスイートはちょっとスウィーティーって感じ、酸味あり、フルーティー。そう、企画で聞き終えもされてみ、私絶対わかるけ。ナメック人はナメック人、ナメック人だ、本当だ。
今気づいた、いた、そうなんだ。書道やられてたんですか、後ろの文字美しいです、ありがとうございます。しかも私のアバター来てくださってる。書道やってました。線健やかに恩返し、イエーイやったー、嬉しい。うん、聞き終えも、あ、こす、あ、セクシー自己紹介だ。セクシー、何でもかんでもセクシーに言えますだ、私の、あの、私の、あの、特技。あ、緑色が似合うこと。うん、確かに。あの、うーん、私の特技。全身かぼちゃスーツで街を歩けます。うん、お塩味も入れていいかな。ブルマの娘はブラ。マジで？マジで？俺はグクー。お前はベジータ。なんかさ、そういう歌あるよね、なんか若者たちの好きな。ナメック星人、はあ、ナメクジだから。ローソンでさつまいも売ってるの？知らない、なんなの私は横浜のファミリーマートで焼き芋、石焼き芋を買いました。めちゃめちゃ美味しい。私 石焼き芋が一番大好き。石焼き芋ってなんであんな美味しいん？やばい、私今めっちゃ姿勢悪かった。なんであんな美味しいんって話、やばい、姿勢正さなあかんの。初見トメシンゴさん、結婚して。初見ちゃうやろ、結婚拒否結婚拒否結婚拒否です。2個送っても。りょたくんめっちゃ可愛い、ありがとうナメック星人融合できるの？セクシー書道はできんな。セクシーカメハメハ、カメハメハクリリンのことか。セクシー、いやちょっとなんかさ、これをや、私がさ普通にただただやってんの結構さ恥ずかしいことじゃない？これ恥ずかしいことじゃない？私がやってることって。遠赤外線でゆっくり焼くから甘くなるよね。甘くてねっとりだよね。なんであんな美味しいの？私も、あ、フリーザ、え、冷蔵庫なんだ。フリーザ様、フリーザ様、焚き火やストーブでも芋焼けるの？初月、お、あれ、ちょっと待って苦しそう私。初カツオ結婚拒否私の戦闘力は53万です。それがフリーザ様が言うんだ。私の戦闘力は121万です。ザンツ、私ザンツやったら私フリーザに勝っちゃおう。へー、なるほどね、にゃほどね。今気づいたんだ。いや、めちゃめちゃ恥ずかしいじゃん。私恥ずかしいことしてるんだね。サタンの娘はビーデル、デビル。え、なんか意外とさ、名前さ、なんかあれだね。ねえ、フリーザの父はコルド、コルド、兄はクーラ、クーラ。え、そんな感じにつけるんだ。ばあちゃん家で干し芋をストーブでよく焼いてた。干し芋をいいね、ストーブでいいね。私の兄は
甘エビをストーブで解凍してました。冷凍の甘、なんか冷凍されてた甘エビをストーブの前で寒い、なんでこんな寒い、私のお家義乳特対特選対牛乳、なんか私、あーココアさんなら入れるだろうな。リコはネギトロ、ネギトロって名前にしよう。なんかまるであれみたい、マジスカ学園みたい、マジスカ学園みたいや私マジスカ学園だったらなんて名前になってたのかな。下打ちマジスカ学園したいな。瀬戸内マジスカ学園やりたい。あられちゃん好きよ、あられちゃん、あられちゃんめっちゃ好きよ、あられちゃんめちゃめちゃ好きよ。私あられちゃんはね、あれあられちゃんはね、あれあられちゃんはね、あれれあれれ、じゃあこっちにメガネでいこう。あられちゃんはね、もうあられちゃんよ。じゃ私やられちゃう。じゃ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 、キーン、ほら映っちゃう。あられちゃんなれる、私めちゃめちゃ汗かいた人みたいになってる。じゃこれでコンビニまあ行けるかな。だって自分はさ見えんやん、ほら自分はさこの視界で生きとるから見えん、相手には見えるから、相手は恥ずかしいかもしれんけど、自分にはそのあられちゃんかぶっとるの見えないから恥ずかしくないっていう謎理論。そういつもそう、なんかね多分そうなんだと思う。私あられちゃんです。ピカチュウですか、あられちゃんです。うーん、じゃ新幹線だ、うつダメ、ダメかな、乗れないかな。チコリー、チコリーならサイヤ人になれる。確かにチコリー、チコリーだから、チコリー、チコリー、チコリーって野菜、あれ根菜ですよね、あれ、あ違う葉野菜か、あれ白菜みたいな、ちっちゃい白菜みたいな。土日あったかいの、ギャグ漫画なんだドラゴンボールって。ネギトロちゃんになれる、クドリコ、パリピ、あパリピ、えアリちゃんさんこそパリピ、せやかて、私せやかて、欲しがりやって、欲しがり。栗原慎吾結婚して3つ、結婚拒否。アラレちゃんってどんな声なんですか。じゃ結婚拒否、これこんな感じでいいかな、いいのかな、結婚拒否。アラレちゃん、アラレちゃん私本家知らないんですよ。栗原慎吾の結婚キャーヒ、これ合ってます、アラレちゃんっぽい、アラレちゃんっぽくできてる。私メロンパンさんハートありがとう。レレレレレレのおじさん、こんなやつでしょ。
レレ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 のレのレ。私あの中学校の頃あの渡り廊下のお掃除してたんですけど、その渡り廊下のお掃除のほうきでレレのレのレって言ってやってたら腰ピキって言って腰痛めたことあるんで、それ以来絶対ほうきでレのレのレしないようにしようと思った。うん、謎のあれ以来やってないけど一回だけやったことがあります。イモステレビのなんかお掃除の企画、お掃除の時にレノレノレやってました最悪。その時は痛くなかった。うん、マイカは義乳特選隊感ある？義乳特選隊入れる？以前やったの2023年から配信見てるから知らなくて、一回やられちゃん配信したことあるかも、1、2回ぐらい。え、アスカレベルに出る？本当？え、本当？似てる？そっくり？割としっかり。え、私アラレちゃんの原品、あの何あのアニメーションアニメとか見たことないんですよ。えじゃ本当に？じゃキーン、え、キーン、わからん、キーン、わかんない、キーンが何なのか。映るメガネにお部屋が、こうしたら映らん。メロンパンさんハートありがとう。ん？これは大丈夫なんかな。アサリちゃん？アサリちゃんは分からんわ。私アサリ好き。アサリのお味噌汁ってなんであんな美味しいんかね。しじみも、しじみとアサリってああ見えて全然さ味違うよね。しじみとアサリの見間違えしたことありますか？絶対ないよ、絶対絶対。そんな話さ、なんでさ話題にさ見間違えしたことありますかとかさ、なんか謎話題でやばいな、めっちゃ面白いアサリとシジミの見分け方ってサイズだけですか？あれってシジミってもうこんなんですよね。 お味噌汁に入ってるやつがもうこんなんですよね。シジミ700個分みたいな、70個分かいね。あれは700個やったらめちゃめちゃ持ってる、もしかして。しじみ7000個分とかだっけ。いや70個分だよね、持ってるよね。私かなり今700個分とか。アサリはなんかピッてついてる、ピッてついてるからわかる。うん、じゃと私、確かに私はもう共感性周知は肝心けど、みんなからは共感性周知やろ。特技あられちゃん両手広げてき、あ、これキーンなんだ。これあ走るときキーンなんだ。なるほどね、キーンどう合ってるこれ。あられちゃんが地面にパンチすると地球割れるんやで。えいバーみんなどうなるのみんな大丈夫だいたいそんな感じ。あられちゃんってベジータより強いの？キーンキーン。ああ無邪気にいいよって返事するか。シェー、イヤミほよほよほよよ、うはーい、わいちゃん、そんな感じなの。キーン、両手水平に広げ走る、キーン、こういう感じか。うん、弓道場でね、そうその例の例の例をして、あの無駄けついで草って言われてる。そうなんよ、めちゃめちゃ注意された、工藤さん。じゃあもしあられちゃんの舞台がいや あるとしたら、私立候補しようあられちゃん役に、うん、
実写版アラリちゃんって悟空より強いの？ YouTube にそんな動画あるの？絶対見よう。うん、キーンは飛行機の真似で走ってるんだ。飛行機のイメージなんだ。そうなんだ。オーバーオールね。ほんと？あ、見た目も全然違う。ごめんなさい、やばい、アラレちゃんガチ勢に怒られちゃった。あ、シジミとアサリか。そっちか、よかった、焦った。こっちだよ。琥珀酸という貝から出る旨味成分が美味しさの源。美味しさの元。琥珀酸、琥珀酸。シジミは湖なの？アサリは、あ、海水と淡水なんだ。アサリが海水、シジミは淡水。シジミ70個分は淡水、じゃあ塩分控えめなんだ。塩分控えめなんだ。アサリは割と、あ、アサリだって潮干狩りだもんね。潮抜きとか砂抜き。いや、謎話題だよね、草だよね、これは。そうなんだ、なんでアサリの話題だよね。あ、アサリのミニチュア、え、色も違うんだ。オルニチン、オルニチン、オルニチン。サザエさん、明けおめありがとう。シジミは湖の貝なんだ。いや、めちゃめちゃ学習してる。あ、そうなんだ。キーンって徐々に音が上がっていく感じ。オッケー、いくよ。キーン、どう？キーン、合ってる？これ私いけてる？あられちゃん慣れそう？慣れるかな。サザエさん、あきおめ、あきおめ。あんたバカ？貸しなさいよね、バカ信じ。そんなのもできないの？ほんとバカね。おめでとう。ミーはオフレンスかエリザンス。え、言えない。イヤミ、イヤミさんってどんな声？オフランスっていうのスネちゃましかわかんない。エヴァのアスカはかなりお箱です。サザエさん、あきおめ、あきおめ。あ、TT 兄弟。時差やばいね、多分私今時差やばいよ。ツンツクツンって、そうなんだね、そうなんだ。だからあれなんだ。しんいちさん、あきおめ、あきおめ。お味噌汁の中に入っているのがアサリ、入っていても食べないのがシジミ。え、シジミって食べんの？シジミ70個分は、あれシジミのあれかけら入ってないっけ？入っちょらんか、あれ。あれ入っちょらんか。し、アサリは食べるんじゃ。まあ、おっきいもんね。シジミ食べんの？シジミって食べんの？シジミが必要だったらもう若くない。シジミ食べる？ケンタッキーさん、ペンライトありがとう。アサリ。あ、似てるって、うまい、完璧。あ、キーン似てる？ほんと？よかった。食材に対する理解力ゼロでしょ？何も考えずに食べてる。申し訳ないわ。シジミは淡水と寒水が混ざる汽水域にいるの？はぁ、ごめんなさい。いや、みんなにさ、シジミとアサリの違いって何って聞いてたくせにさ、首してすいません。ちょっとごめんなさい、な、首出ちゃった。ごめんね、ごめんね。学びます。アスカ本当上手。ぼっちゃまくんはキーンでございます。
山くんなんてのがいるの？アスカ地声がそもそも似てる？私？本当？やった。やった。やったなんかな。やっぱ最終回。おめでとう。おめでとう。おめでとう。つんつくつん。しじみ食べる？しじみ食べづらいんで入っちゃうね。食べるよね。しじみ食べなさいよ。しじみ、あさり。私あさりのお味噌汁好きだ。しじみのお味噌、あさりのあれ食べたわ。あさりの炊き込みご飯みたいな。あられちのワンピースのビッグマムも同じ声。ビッグマムはさ、私さ東京グール思い出しちゃう。なんちゃらちゃまーみたいな、なんかブーちゃまーみたいな、ブーちゃま、悲しい。アサリは少し苦みがあり淡白。そうなんだ。しじみは癖があり濃厚。濃厚。見た感じしじみ推しやな。しじみ人生方向おじさんありがとう。貝殻じゃない。センスセンス。なるほどね。ちょっと難しい話をするとそうあくび しちゃいました。自分で話振って飽きるのだいぶ女子でくさ。本当に女子、本当やんね。ける。面白い。ごめんなさい。どっちも美味しいよね。おめでとう。ネックレスつけてる。ずっとおかんからもろた。おかんのネックレス。瀬戸内のお日様さん、うちずの小槌ありがとう。あさりちゃんってアニメあるの？ななみじゃなくあさり。あられちゃん温度もうちょっと覚えてみようかな。あいや、おいや。は一ノ関慎吾さん、かわいい。結婚して、ペッ。うん、馬娘みたいに貝娘。確かに。でも会社員ならあった。ジップに、私会社員見て学校行ってたもん。会社員大好きだった。しじみ課長みたいな、あさり課長みたいな、うん、ホタテ係長みたいな。私さ貝食べたい今。私最近貝の美味しさ分かるようになってきて、ホタテとかも食わず嫌いしてたんですよ。お寿司のホタテみたいな、それとかも私食べれるようになってきた。食べれるなるならちゃんと美味しいって感じるようになった。なんか赤いさコリコリした貝とかも美味しいって分かるようになってきた。イカの美味しさも、いや昔からイカの美味しさは知ってたけど、分かる分かるけど、何食べたことあるけど、ちゃんとイカ、これ美味しいイカだって美味しいなって分かるようになってきた。大人になって。あーハマグリ食べてみたい。私センスと貝殻間違えるのマジで臭いよね。頭使うと本当にちょっと酸素なくなって、ちょっと足りなくなっちゃった。なんか私今日前髪がなんかタバカン多め。潮干狩りかしてみたい。サリは海、しじ、いややったことある気がする。もう記憶にない。サリは海、しじみは淡水。しじみ濃厚なの？アサリは海なのに旨味、淡白な味なんだね。そうなんだ。そう、会社員。イカ娘ならあるの？そうなの？ハマグリはやっぱ部長クラス、多分ハマグリ部長とかいたような気がする。うん、牡蠣美味しい。やっぱ牡蠣美味しいよね。私ちゃんと牡蠣の美味しさも分かるようになった。プニッとコリ、
歯ごたえいいよね。え、プニーいいよね。コリもいいよね。ねえ、え、プリッとした感じとプニッてした感じとか同じことめっちゃ繰り返しとる。プリッ、プニッ、うん、ブニャーみたいな、グニャー、グニューみたいな。え、イカ娘見たことあるわ。あれ、あれか、分からん、分からんわ。前髪が多分長いんだな今。さあ、この前切ったばっかなのに。ワニを食べる？おいおい、おいおい、やばい、あの落語の癖が。落語早く早く来てほしいね。私生ガキ食べたことないの。生ガキ、生ガキ怖いの？生ガキってやばいの？ノロウイルス当たるかどうか。会社員ピンクのやついる？今日私ヨーグルト1キロ食べました。え、あのこの中に1日でヨーグルト1キロ消費する人いますか？生ガキっておいしい。海のミルク、あ、やっぱそうなんだ。呼ばれるだけあるんだ。ウーパールーパーの素揚げ。ウーパールーパー500なら、お、いない、いない、お、もしかして食べても500。飲むヨーグルトならある。あ、強い。食べすぎよ。1キロ最高500。え、じゃあ私かなりすごいのでは。1キロは食べない。大きい箱の500。え、私お大きい400グラムで半分、1キロ今日食べました。確かに絶対厳しいよね。え、岩ガキ取って家族全員腹壊した。私本当にヨーグルト1キロ、え、だって 1000g で1キロですよね。ちょっと落語の癖が出てきちゃった。おいおい、うん、嘘、500を毎日食べてた時だったの。やばい。え、 500g ってどのメーカー 500g ですか？私 400g しか食べたことない。さ、最近のは400なんだ。でも 今増量中だから430キロ。じゃあ430キロ、やばい。430グラムだなら、860+215、あ、そんな、1キロですね。ぶんちゃんハートありがとう。どこの馬、やばい。だよね。え、ブルガリアとかビヒダスは400だよね。私ブルガリア派です。本当に私ブルガリア派なんだ。430g、致死量超える。え、大丈夫でしょう。風呂上がりに2斤食べるんだ。 1kg って全部バナナと蜂蜜で食べるの？ううん、蜂蜜だけで食べる。あの、私蜂蜜が主食なんですよ。私蜂蜜を食べたいからヨーグルト食べてるみたいなところある。うん、私蜂蜜が本当に好きで、蜂蜜が食べたいから、蜂蜜が食べたいからヨーグルト食べてる。そう。え、もう8時19分なの？早い。想像してください、牛乳1リットルを。やばいね、お腹ピーピーやんね。そんな、そう、はおちみつ食べたいな。え、プーさんは、プーさんってどんな感じ？僕は
僕は蜂蜜を食べる。プーさんに本当に怒られてしまい、本当に僕は蜂蜜が食べたい。僕は蜂蜜が食べたい。ぼやっきーさん、タコありがとう。生ガキ苦手？生ガキ長バキ、ちょっと待って、長バキ生ガキ食べてみたい。どんな感じなんだ。僕は生ガキ食べたい。あ、そうな。なんだっけそれ、ひなまやないで、あのまるみさんのかきおこめっちゃ美味しかった。かきおこまた食べたいな。ひなせか、ひなせ町のかきおこ、なんであんな美味しい、とろとろなんやろ。なんかキャベツだけっぽかったのに、なんであんなとろとろなんだろう。母僕ミッキー、母僕ミッキー、母僕ミッキー、母何回するかきよこめちゃめちゃトロトロでさ、やばかったよあれ。やばい、本当に。あんな、いや本当に、なんでこんな美味しいんって感じ。めちゃめちゃ美味しかった。焼きガキ食べたい。無防備な牡蠣を食べたいな。牡蠣のアヒージョ、牡蠣のアヒージョ食べたいね。ハチミツ、プーさんのつぼにハチミツの生ガキおる。カキクッション、カキ以上、カキおこ食べてみてほしい。生ガキ思いっきり当たったらそりゃそうだよね、怖いだよね。無防備なカキゴ、無防備なカキを食べることはない、食べたことがない。衣がついたカキしか食べたことない。叶うことのない夢だからこそ手を伸ばし続けられる。イモース見て気になってきました。やっほー、どの回だろう、どの回なんだろう。ハレルンさん、お餅ありがとう。もうね私来年のお正月までお餅はあと片手で数えられるだけしか食べちゃダメっていうルールを作った。あのお餅よ、お団子系のお餅は許すけど、あのもうあの餅よ、あいつはもう絶対許さないって私決めた。あれはねもう中毒になって、本当にもうね、あれはなんかね、多分なんか1個食べたらまたもっと食べたくなる、そういうあれがある。チューチューさん、あきおめ。星座王決定戦、やだ、足が死ぬて。うん、カキフライの衣はそうだよ、防具だよ、あれ防具でしょ。私本当に無防備なカキ、いや殻に入ってないやつじゃなく、なんか味付け
もうシンプルなやつはあれ無防備な牡蠣って私は呼んでます。焼かれててもなんかポン酢チョンみたいな、そういうのはあの無防備な牡蠣って呼んでる。生牡蠣とか特に無防備。でもまだおたふくソースがかかってるやつはあれはまだね全然無防備な牡蠣じゃない。あれはかなりもう武装された牡蠣というか、牡蠣フライなんてかなり武装されてますよね。もうすんごいもう課金装備されてるような、無課金装備。そうそうそう、課金装備ばっかしか食べたことないから。カキフライの戦闘力はね軽く200万超えてるんじゃないですか。あれ醤油とバターいいね。醤油とバター